デーゲームで阪神が敗れたため、勝てば単独首位となる今日の試合は、菅野選手と小川選手という2013年に新人王を争った2人の投げ合いとなります。両チームともに昨日からスタメンの変更はなく、昨日1安打放った秋広選手も今日もスタメン起用されています。10名が1軍登録されているブルペン陣は、今日も京本選手がベンチ内となっています。このチャンネルはジャイアンツを応援する方々に向けたジャイアンツを応援するチャンネルです。週に1試合のペースで同時視聴ライブ配信を始めました。コメントで会話しながら一緒にジャイアンツの試合を見て楽しみましょう。ぜひ遊びに来てください。ライブ配信をしないときは試合終了後30分以内にその日の試合の振り返り動画を投稿しています。コメント欄で視聴者の皆様と感想戦を行っているのでぜひご覧ください。1回表のジャイアンツの攻撃はあっさりと三者凡退で終わってしまいます。1回裏の菅野選手は先頭の塩見選手を内野安打で出塁させると、続く丸山選手にエンドランを決められノーアウト1・3塁といきなりのピンチとなります。ここでオスナ選手に犠牲フライを許し1点を先制されます。オスナ選手の打球はセンターのフェンスを直撃するような大きな当たりでしたが、あらかじめ後ろに下がっていた守備位置と佐々木選手のナイスプレーもあり長打にはなりませんでした。村上選手は三振に打ち取りますが、丸山選手に盗塁を決められ送球エラーも絡んでピンチが続きます。しかしサンタナ選手を打ち取り、初回の菅野選手は20球を要しますが最少失点でしのぎます。2回表の攻撃、先頭の岡本選手が4試合ぶりのヒット、7試合ぶりのホームランとなる一発をレフトスタンドに放り込みます。ここ6試合で1安打と当たりのなかった岡本選手ですが、この一発をきっかけにして状態を上げてもらいたいです。初回にいきなり先制されましたが、すぐに同点に追いつけたことは良かったです。2回裏の菅野選手はこの回も先頭打者にヒットを打たれ出塁を許すと、バッテリーエラーで進塁を許します。中村選手の内野ゴロでランナーが進み、ワンアウト3塁のピンチとなりますが、ここは相手の下位打線をしっかり抑え無失点でしのぎます。3回表の攻撃は下位打線からの攻撃で三者凡退に抑えられます。3回裏の菅野選手は1番から始まる相手の好打順でしたが三者凡退に抑えます。4回表の攻撃、ワンアウトから吉川選手が8試合連続となるヒットで出塁すると、岡本選手が2打席連続となる7号ホームランを放ち2点を勝ち越します。岡本選手のマルチホームランは今シーズン初となり、まだ完全復調というには早いですが、ここから量産体制に入ってもらいたいです。さらに2アウトから秋広選手が2試合連続となる強い打球のヒットを放ちます。2軍では結果が出ていなかった秋広選手ですが、1軍の投手から強い打球のヒットを打てるのは本当に魅力のある選手です。続く小林選手がレフト線にタイムリーツーベースヒットを放ち、リードを3点に広げます。小林選手は打率こそ高くないですが、打席でも印象に残る活躍を見せてくれていて素晴らしいです。この回一気に3点を追加し、試合を優位に進めます。4回裏の菅野選手は村上選手、サンタナ選手と怖い打者を打ち取り2アウトを取りますが、長岡選手にホームランを浴びて1点を返されてしまいます。5回表の攻撃は佐々木選手のツーベースヒット、岡本選手のフォアボールでチャンスを作りますが得点にはつながりません。5回裏の菅野選手は三者凡退で抑え、5イニングで78球、4安打2失点、与えたフォアボールはなしという投球で勝ち投手の権利を得ます。6回表は星選手が登板し、小林選手がデッドボールで出塁しますが得点にはつながりません。6回裏の菅野選手は2番から始まる相手の好打順でしたが、村上選手から三振を奪うなど三者凡退に抑えます。7回表の攻撃、先頭の丸選手がヒットで出塁すると、佐々木選手は送りバントを2球ファールにしますが、内野ゴロでなんとかランナーを進めます。2アウトになって岡本選手が申告敬遠で歩かされ、チャンスを作りますが追加点は奪えません。
7回裏の菅野選手は先頭打者にヒットを打たれ、球数が99球となったところで交代となりました。菅野選手は今日も6イニング以上を投げ、これで今シーズン開幕から6試合連続でクオリティスタート達成となり、今日は今シーズン初めて与えたフォアボールも一つもありませんでした。素晴らしい安定感で全盛期のような成績を残してくれています。2番手で大江選手が登板し、変わりっぱなの長岡選手が三塁へ意表をついたセーフティーバントを仕掛けますが、坂本選手が素晴らしいフィールディングでアウトを取り、大江選手を助けます。しかし続く中村選手の打席で牽制悪送球でランナーを進め、フォアボールも与えてワンアウト1、3塁とピンチを広げてしまいます。ここで代打に青木選手が起用されますが、大江選手は併殺に打ち取り、大きなピンチでしたが無失点でしのぎます。8回表は山本選手が登板し、三者凡退に抑えられます。8回裏は左打者が続くところで高梨選手が登板し、ツーアウトからヒットとフォアボールでランナーを貯めてしまい、ホームランが出れば逆転という状況で村上選手を迎えますが、セカンドゴロに打ち取り、この回もなんとか無失点でしのぎます。9回表は大西選手が登板し、先頭の代打萩尾選手がヒットで出塁しますが、得点できません。9回裏はバルドナード選手が登板し、2試合連続でセーブを挙げ試合を締めてくれました。今日の勝利でジャイアンツは今シーズン2度目の6連勝、貯金を4つとして単独首位に立ちました。この時期の順位とはいえ、単独首位というのは気持ちが良いです。明日も勝って前回3立てされたお返しをしたいです。明日のジャイアンツの予告先発は高橋礼選手です。高橋礼選手はここまで6試合に登板し、防御率 1.35、 2勝1敗という成績が残っています。直近2登板は不安定な投球が続いていて、6イニングを投げ切れていません。明日の登板でも不安定であれば、一度ローテを外れることも検討されるかもしれません。ヤクルト戦はソフトバンク時代に1試合だけ中継ぎ登板の経験がありますが、先発では初登板となります。高橋礼選手は今シーズン初登板の相手に対しては、阪神、横浜、広島との対戦で3試合ともクオリティスタートを達成する好投を見せています。今シーズン初登板となるヤクルトに対しても好投してくれる期待感があります。対するヤクルトの予告先発はサイスニード選手です。サイスニード選手は今シーズン開幕投手を務めましたが、ここまで6試合に登板して勝ち星はなく、防御率も5点台となっています。6試合の登板でクオリティスタートも一度しかなく、ここ最近の登板結果を見てもそこまで難しい相手ではありません。今シーズンは初対戦となりますが、通算では7試合で対戦し、防御率は4点台と苦手にしている相手でもありません。打者別の通算成績を見てみても、チーム全体として3割以上の打率を記録し、丸、岡本、坂本の主力3選手も3割を超える打率を記録しています。明日は打線の爆発に期待したいです。今日のイースタンリーグは横浜と対戦し、11対8と乱打戦を制しています。先発登板したメンデス選手は5回を投げて7安打5失点、与えたフォアボール2つにデッドボールも2つと、今日も制球が不安定でした。2軍降格後のメンデス選手は毎週土曜日の先発でローテを回っていますが、ずっと結果が出ていなく制球が不安定です。なかなか状態が上がってこなく、若手の先発投手に出番を与えたい2軍なので、しばらくは中継ぎに回してもいいと思います。ルシアーノ選手はホームランを打たれ、今シーズン9試合目にして初失点となりました。3軍から昇格し、初登板となった山田選手は1イニングを無失点に抑え、ケラー選手は2安打打たれましたが、2つの三振を奪って無失点に抑え、これで降格後は4試合連続無失点となっています。戸田選手は1点を失いましたが、味方のエラーが絡んだ失点で自責点ではなく、防御率は 0.59 と素晴らしい成績を残しています。打線も今日は16安打を放ち、オコエ選手は2ベースヒット含む2安打、1つのフォアボールで3出塁と大活躍でした。
1軍からの出場になった山瀬選手はホームラン、ツーベースと長打2本を含む4打数4安打5打点の大暴れで、1軍でも打撃で期待したいです。中山選手もホームラン、ツーベースの2本の長打で3安打とハイアベレージを維持しています。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。